それでは山川聡輝選手にインタビューをしていきます。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。今の勝利された率直な心境をお聞きしてもよろしいでしょうか。あ、そうですね、まあ、素直に嬉しいです、はい、久々に、まあ、気持ちよく勝てたかなという感じですね、はい、なんかもう本当にカツラだと思わなくて、いつ坊主にされたんですか。いやもう本当試合始まる本当直前に、ちょっとそこで。それはどういう気持ちで。まあ、やっぱり、まあ、りょうくんが、はい、そのこれだけ試合にかけてきてくれてるっていうのはすごい気持ちが伝わってたので、はい、まあ、僕もちょっとそれに応えたいなと思って、うん、まあ、彼 の, その今まで積み上げてきた僕への何ですかね、まあ、ブレイキングダウンへの思いをちょっとかませて、はい、僕も同じぐらいの覚悟で挑もうかなと思って見ました。ありがとうございます。開始10秒ぐらいでもうダウンを取られたんですけど、はい、あの時の気持ちはどうですか。あんま覚えてないんですけど、はい、練習してた通りかな。ちょっと後で見返します、はい、今回、無事勝利されましたが、はい、対戦相手のここがすごかったとかありますか。まあ、やっぱり気持ちいいですね、はい、そのこの試合にかけてるんだっていう気持ちがすごい一番強かったかなっていうふうに思います、はい、今回感謝がテーマとおっしゃってたんですけど、無事勝利ができて、まあ、そうですね、はい、あの本当に今回出させてもらうの6回目なんですけど、皆様のおかげでここまで出させてもらいましたし、ありがたいことに見守っていただいているっていうのを実感しているので、その恩返しが今回結果でできたかなというふうに思います。ありがとうございます。それでは今後の目標などあればお願いします。はい、そうですね、ブレイキングダウンでも、まだまだ恩返ししていきますし、まあ、人間としてはまだまだ僕が未熟なので、これからもっと魅力的な子供になれるように頑張っていきたいと思うので、ぜひこれからもよろしくお願いします。はい、それでは、勝利された山川聡輝選手には喧嘩堂様より仮想通貨喧嘩コイン10万円分が贈呈されます。ありがとうございます。おめでとう。おめでとうございます。それでは試合後のブレイキングオタク両選手にインタビューしていきたいと思います。いや、まずはお疲れ様でした。いや、率直な試合の感想をお願いします。戦ってくれた聡輝さんに本当に感謝でいっぱいです。ちょっと今ね、涙が浮かんでるんですが、やっぱ悔しい気持ちがありますか。そうですね。ブレイキングダウン1分間戦ってみてどうでした。いや、本当にあの舞台で戦ってる選手たちは、本当にすごいなって思いますし、悔しい気持ちもあります。まあ、今回ね、まあ、憧れの選手と戦えて、こう、まあ、最初にインタビューしてきた時も楽しそうにしてたんですが、はい、まあ、試合中は楽しかったですか。まあ、でもやっぱ試合直前に向こうも坊主にしてくれて、はいはいはい、僕が勝手になんか注目を集めるためにやってることにあそこまで乗ってくれて、はい、本当に感謝いっぱいです。でもやっぱこうブレイキングダウンでそう選手と戦ってみて、絆じゃないですけど、何かこうなんか仲間意識じゃないですけど、できますよね。そうです。次もブレイキングダウン出たいと思いますか。いや、僕あの記者会見で言おうと思ってたんですけど、あの自分から応募するのは今回が最初で最後にっていうつもりでもともと応募してて、はいはいはい、まあ、運営から来てくださいっていうに需要があってもし言われたら、もちろんあの何でもさせていただきますけど、そうじゃないのであれば、これからもブレイキングオタクとしてブレイキングダウンに携わっていきたいなと思います。あ、ブレイキングダウンオタクで今回試合が出れて、はい、まあ、貴重な、ね、こう思い出の一部になったんじゃないですか。そうです ね, ね、これからもブレイキングダウン見るということで、はい、まあ、出るかわからないですけど、もし出るとしたら戦いたい選手いますか。ああ、戦いたい人ですか。まあ、もしなんかブレイキングダウンが嫌いな人とか出てきたらちょっと面白いか。昔で言うアリー君みたいな。はいはいはい、わかります、わかります。ブレイキングダウン大好きな人と嫌いな人が戦うみたいな構図はちょっと面白いかな。あ、それ面白いですね、はい、私結構それ気になります。はい、よかったです。はい、いや、また出てほしいです。ありがとうございます。
では最後に視聴者の皆様に一言こちらにお願いします。本当に私なんかに応援してくださってありがとうございました。特に僕に、ね、ビーベットをかけてくれた人、本当にお力になれなくて申し訳ないです。また試合前から本当に温かい言葉ファンの皆さんからたくさんいただいてて、すごいそのおかげで頑張れました。本当にいつも応援ありがとうございます。それでは坂本龍太選手にお話をお伺いします。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今試合を終えて率直な心境をお聞きしてもよろしいでしょうか。まず申し訳なかったって思います。相手ちょっと相手を舐めすぎてて、いやもう予測できなかった動きにしてた、強かったです。なんか対戦相手のここがすごかったとかありますか。度胸があるし、あとこの1分の中でもしっかり見て攻撃してるっていうのがすごいなと。ありがとうございます。その中で、無事勝利されましたが、はい、勝因は何だったと思いますか。なんていうんですか、当て感というか、うん、有効打を打てた数だけだと思います、うん、手数はどっこいどっこいだし、はい、ダメージがあるかないかだと思います、うん、ありがとうございます。そしてドローが入った時は、はい、どんな心境でしたか。あ、まだチャンスあると思って、うん、次絶対通してやると思いました。結構スタミナがすごかったんですけど、やっぱりトレーニングはかなり重ねて来られたんですか。もう3分3ラウンドの練習ばっかしてるんで、すごい、はい、すごかったですね。おめでとうございます。では、今後の目標など何かありますか。私正直今回負けたらもう卒業しようと思ってて、ブレイキングダウンでもなんかすっきりしない勝ち方で、なんかみっともないなと思って、ちょっと次10マジで倒しに行こうと思ってます。はい、おめでとうございます。はい、今回勝利された坂本龍太選手には喧嘩堂様より仮想通貨喧嘩コイン10万円分が贈呈されます。ありがとうございます。おめでとうございます。それでは試合後の小町選手にインタビューしていきたいと思います。まずはお疲れ様でした。お疲れ様でした。試合の率直な感想をお願いします。私は伝統派空手を、20年やってきたんですけど、今回のこのキックレールとか、初めての舞台で、空手がどこまで通用するかっていうのに言うのでも、挑戦したいなと思って、戦ったんですけど、ちょっと残念な結果になって今悔しい気持ちです。相手のルカ選手はどうでしたか、戦ってみて。やっぱり気持ちが強いなってすごく思いました。なんか本当に舐めてたわけじゃなくて、勝ちたいっていう思いがすごいあったので、強気で、出てたんですけど、やっぱり坂本さんもプロ、ブレイキングダウンでも活躍されて、今プロになって、もう今多分一番強い時だと思うんで、ちょっと届かなかったです。それこそね、ブレイキングダウン女子最強って言われているルカさん選手なんですけど、空手と、このキックルールがちょっと難しかった部分もあるんですが、試合中はどんなこと考えて戦ってました。もう試合中はもうね、特に本当に何も考えれなくて、ただもう顔面狙うっていうことだけずっと考えてました。それこそさっきインタビューのここに来た時に足がちょっとガクガクしちゃって力が入んなかったって聞いたんですけど、あれはもういつから結構力入ってなかったんですか。やっぱり1ラウンド終わった後、もう1試合やろうかと思って、そこからちょっと足がね、動かなかったです。それ延長って聞いた瞬間どう思いました。いやでも、わーと思ったんですけど、あともう1分あるからまだいけるかなっていう感じで、最後まで全力で。皆さんに一言お願いします。何もないとこから、金にブレイキングダウンに挑戦して、今回こういうステージに立たせていただいて、本当にすごいいい経験になったし、たくさんの人が本当に
くれたんで、まあ、頑張れました。ありがとうございました。まだまだちょっと活躍したいなと思ってるんで、これからも応援よろしくお願いします。それでは関谷雄一郎選手にお話をお伺いします。まずはお疲れ様です。今回今試合を終えた率直な心境を気にしてもよろしいでしょうか。まあ悔しいですね、負けたんでね。ありがとうございます。対戦相手の方は想像より強かったですか。あ、そうだね、こんなにガチャガチャすると思わなかった、はい、そこは自分の予想と違ったので、まあ、強かったかな、うん、なんか、なんか敗因は何だったと思いますか。敗因も相手の方が強かったんじゃないですか、うん、そんだけでしょ。ありがとうございます。何か、今後の目標など展開などあれば。そうですね、やっぱ負けたままじゃね、終われないと思うね。悔しいから、ケンゴバトルロバやってみようかなって思ってるんですね。ありがとうございます。それでは、試合後の秋元雄也選手にインタビューしていきたいと思います。まずはお疲れ様です。おめでとうございます。率直な試合の感想をお願いします。はい、まあ、KO で勝ちたかったんで、ちょっと倒しきれなくて悔しかったです。あー、KO を狙っていたところ。そうですね、やっぱり派手な試合で勝ちたかったんで、はいはい、ちょっと悔しさが残るかなって感じです。でもその私見ていた時に、はい、アタック数がやっぱ相手より多かったので、うん、そうそれは結構派手だったかなって。あー、ちょっとその最近キャンディージムっていうジムで、はいはい、5回くらい格闘技習ったんで、はい、その手数とかジャブとか、はい、まあちょっと意識してやりました、はい、あ、それこそジャブでやってましたけど、はい、結構刺さってたかな、はい、習いたての。そうですね、習いたて、覚えたてのジャブ。すごい、はい、キャンディージムで練習したのは何回くらい。5回。5回、はい、それで試合に臨んだんですよ。そうですね、まあ、今までが自主練しかしてなかったので、あれ、まあ、今までよりはマシな試合だったかな、格闘技っぽかったかなっていう。はい、その自主練っていうのは具体的にどんなことは。もうシャドウと筋トレです基本的な。基本的な。そうですね、すごい、はい、本当に紹介でもあったんですけど、無限の可能性があるなと思ったんですが、これから格闘技習っていきますか。そうですね、ぜひちょっと指導を受けて、まあ、上のレベルに行きたいなと思います。はい、今後ね、ブレイキングダウン出るとして戦いたい選手いますか。まあ、常に自分より強いと思われてる人を倒してきたので、はい、これからも自分より強いって周りが思ってる人を倒したいですね。うわ、なんかたくさんいそうでいいですね。はい、まだまだ狙い目しかないんで、はい、全員ぶっ倒します。お、楽しみにしてます。では見事勝利した雄也選手には仮想通貨喧嘩コイン10万円分が贈呈されます。お願いします。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。では最後に視聴者の皆様に一言お願いします。はい、これからも面白い試合できるように、まあ、いろんな試合出ていくと思うんで注目してください。ありがとうございます。ブレイキングダウン9は喧嘩道のほかザナ、エクシア、オニマルホーム、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。